ヤワタ市立男山第二中学校は、京都府ヤワタ市男山岩木にある公立中学校。略称、二中。1972年3月の男山、団地入居開始に伴い開校した。男山団地の当初の計画では、ヤワタ市立ヤワタ第四小学校の位置に、中学校用地が用意される予定だったが、その後の計画の微修正で小学校用地を一行。 増やすことになり、現在地に変更された。1980年代の生徒急増期に、八幡市立男山東中学校を分離したため、現在は男山団地南部を主に校区としている。しかし、近年の少子化に伴う八幡市学校再編計画の実施により、2011年度から八幡市立南山小学校の校区を編入した。校舎は、 私立中学校で最も古い。選挙の際には第15投票所として使用される。読み、書き、計算を計画的に取り入れたモジュール学習を毎朝20分間実施している。他の私立中学校同様に給食トップール学習や学校選択制は実施されていない。制服は指定のものを着用することになっている。八幡市では 公立学校選択制が導入されていないため、この2校の小学校区在住の場合、私立中学校への進学は自動的に本校となる。環境省の学校エコ改修と環境教育事業に男山第二中学校が2007年度の採択校として選ばれたが2009年に中止となった。学校エコ改修と環境教育事業とは、 に酸化炭素の排出量を削減する効果があると認められた省エネ改修事業と環境教育に国からの補助が毎年1億円を上限として3年間付けられる制度である。男山大二中学校の計画は校舎二棟の外壁を二重にして壁の間に空気を循環させ屋上に太陽光発電装置を設置することで 二酸化炭素の排出を抑制しながら、教室内の気温を2から3度下げる構想だった。しかし、モデル事業指定後、私立中学校にエアコンを設置することが決まったため、エコ回収で得られる冷却効果だけでは、他校と教育環境に格差がつくと判断され、中止が決定した。八幡市教育委員会広報誌、くすの木第50号によると、 1985年には、生徒数1366人に達した。出展元、広報やわた第216号出展元、広報やわた第319号出展元、広報やわた第339号出展、やわた市教育委員会広報士、くすのき第50号出展、やわた市教育委員会広報士、くすのき第53号出展、 八幡市教育委員会候補誌、くすのき第55号出典八幡市教育委員会候補誌、くすのき学校再編特集号出典2009年2月27日付、朝日新聞。ありがとうございます。